2021年コカモサミットプロジェクト、5年生と6年生の女の子が案を考えてくれて、このように下絵を描きました。そしてみんなで話し合って色を塗っていきました。お話は2人の女の子がいろいろと考えてくれたのを私がまとめました。絵は全部子どもたちの発案でした。それでは紙芝居の始まり始まり。微生物さん大活躍。今日はいい天気。ラビ村のお医者さんのラビモモ先生と看護師見習いのラビレンちゃんとラビビーちゃんは人参畑にやってきました。ラビモモ先生が言いました。人参さんがとっても美味しく育ってますね。栄養があるお野菜を食べると元気になりますよ。土の中にはたくさんの微生物ちゃんたちが大活躍してくれているんですよ。すごいね。どうやって元気にしてるの？ラビレンちゃんとラミミーちゃんは興味津々です。あのね、土の中で目に見えないくらい小さな微生物ちゃんたちがいっぱいおしくらまんじゅうをしたりダンスをして汗をかいているの。とラビモモ先生は言いました。楽しそうだね。汗でびしょびしょなの？ラビモモ先生は言いました。その汗の中にはいっぱいエネルギーがあるんだから。だからお野菜はぐん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 大きくなれるのよ。先生、どんな微生物ちゃんたちがいるの？微生物ちゃん、何食べてるのかな？それじゃあ土の中に隠れている微生物ちゃんたちをちょっと呼んでみましょう。せーの、微生物ちゃん、出ておいで。お呼びですか？僕たち普段は土の中だから見えないから知らなかったんじゃない？見えないけれどいるんだよ。僕たちが何を食べてるかって、それはね、有機物なんだよ。生ゴミだって食べて栄養に変えちゃうよ。野菜くずの土の中にはいっぱいごちそうがあるんだよ。ごちそうを食べるとダンスしたくなって、そして汗をいっぱいかいて、どんどん子供が生まれるんだよ。僕たちがかいた汗を栄養にして育った野菜たちはすくすく大きくなるよ。残さず食べておくれ。皆さんよく聞いてね。例えば大根さんの頭のところ、そして人参さんの葉っぱのところ、皮だってきんぴらになっちゃうよ。キャベツの芯だって刻んでお好み焼きに入れても、お味噌汁に入れても美味しいよ。玉ねぎの根っこは天ぷらにできるよ。ナスのヘタは黒く焼くと歯磨き粉になって歯肉炎の予防をするんだよ。それからなるべく取れたてを食べてね。取れたてくんにはエネルギーがいっぱい。しなびたくんにはちょっとエネルギーが少ないんだよ。さあ、それでは人参畑に行ってみましょうね。行こう行こう、やったやった、楽しみ、人参大好き、わーい。大変、人参がいっぱい掘られてる。元気がない人参さんがいっぱい。人参さんどうしたのかしら。
きっと誰かが夜中に来たに違いないわ。どうしようか。この原因を探るには微生物ちゃんたちに聞いてみよう。ラビデンちゃん、ラビミーちゃん、お願いしてみてくれる？ラジャー。ラビデンちゃんは言いました。それじゃあみんなまた呼んでみようか。せーの、微生物ちゃん出ておいで。お呼びですか？あのね、人参畑が荒らされているの。誰がやったか見た方いませんか？隊長は早速招集をかけました。ただいまから微生物探偵会議を行います。あの人参畑で怪しいやつを見た者はいませんか？おいら、夜はぐっすり。私、まだ生まれてなかったの。さわ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 。話し合いは続きました。ブヒブヒ聞こえたぞ。わいは知っとるで。まあ、ワイキンさん、何か知ってるの？わいは見たんや。あの木が切られた山に住んでいるイノシシの伊能吉だよ。まあ、あいつもかわいそうなやつで、火事になって家も食べ物もなくなってコケコケ逃げてこの近くに住んでるんや。かわいそうなやつだ。きっとお腹が空いてたのね。人間たちが自然破壊するからこんなことになるんだわ。ラビデンちゃんとラビミーちゃんもかなり怒っています。そこにイノキチが現れました。ウサギちゃんたち、ごめんなさい。うちの母ちゃんが赤ん坊が生まれそうなもんで、腹が減ってちょとでも栄養のあるものを食わせてやりたかったんだよ。そうだったの。みんなが力を合わせれば仲良く暮らせるってことを知らんのかな、人間ってやつは。ブヒブヒ、森のみんなも昔みたいに自然の中で仲良く暮らしたい。ブヒ、本当にそうよね。みんなで仲良く暮らしたいわよね。ラビモノ先生はみんなを呼んで言いました。これからは元気野菜をみんなで育てたいね。僕たちもいっぱい食べて汗かいてお野菜さんと頑張るよ。微生物さん、ありがとう。自然に優しい暮らししていきたいね。山の仲間に力を貸してもらって、イノシシ君たちも幸せに暮らせるオーガニックアイランドにしようぜ。ああ、そうしよう、そうしよう、そうしましょう。お野菜にも微生物ちゃんにも地球の自然にも生き物たちにもありがとうって言いたくなっちゃった。みんなも一緒に言おうか。せーの、微生物ちゃんありがとう。みんなありがとう。おしまい。